エビバリシゲラベイベーアローハー、今日の今系ハワイライブです。はい、今日もですねゲストの動物たち、鳥たちか、はい、鳩とカルガモが来てくれましたって、ここで撮ってるだけなんですけどね、はい、このだからね、なんか白鳥の前のこの泉っていうか噴水っていうか、ここはすごいですね、なんかねいい空気を出してます。はい、今日ですね2021年の1月の11日ゾロ目ですね、これもね11ね、はい、ということでね奥今県がいます。はい、で奥今県今日は、はい、今日プッシュケートを、はい、新作を、はい、ケンさんに納品しに行きました。はい、じゃあねケンさんにまたデザイン見てもらって驚いてもらいましょう。はい、今回の出来は今県的にもなんかすごいと思いました。あ、はい、そうなんですね、はい、はい、思いました。はい、なんで、カルガモも、祝福してますね。はい、ハトたちも。はい、じゃあケンさんのとこ行ってみましょう。今日の天気そうだ、こんな感じです。はい、はい、ケンさんどうもです。エビバリシゲラベイベーアロハー。エビバリシゲラベイベーアロハー。イエーイ。はい、じゃあですね奥今県、はい、いきなりですけど、はい、ケンさんにじゃあ納品ということで、はい、ケンさん見ていただきましょう。はい、今日のあの今回の、はい、プッシュケート、おお、すごいレインボーですね。レインボー、わかりましたか、レインボーというか、はい、おお、すごい。今度はグラデーションです。はい、グラデーションというのか、はい、はい、これ光がですね、光によってこう色が変わる、そうですよね、はい、これはすごいですね。今のなんか映りも良かった感じですね。はい、ちょっと頑張りました、はい、すごい、はい、でこっちがもうはい、あれです、ハワイの、はい、ハワイっていうか、ポリネシアの、はいはいはい、ポリでハワイアンタトゥーですか。そうです、ハワイアンタトゥーです。すごいね奥今県ね、ちょうど今だってシェラトンの真ん中にあるあの砂の像をポリネシアタトゥーを掘ってるところの像です。そうですね。おお、音いいっすねケンさん、やっぱね。この即興ソングが、いや、はい、これは決まったパターンのコードがあって、コードなんで、そうなんですか、はい、でこのなんかウクレレなんですけども、はい、プシュケートウクレレ奥今県の最新作、そうですね、早速なんか販売プロモーションかけちゃうって感じなんですけど、はい、1月15日から、はい、カウカウのウェブサイトで、はいはいはい、ちょっとうちのウクレレ、はい、うちを紹介してもらえることになったんですけど、すごいじゃないですか、だってあの大人気のあれでしょ、こっちのフリーペーパー、そしてウェブサイトですよね。そうで、はい、フリーペーパーとか今そんなにこうあれじゃないですか、はい、今こうできない感じ、はい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 、なので、そうですね、ウェブの方と、はいはい、あと SNSSNS、SNS、はい、SNN ニュース、はい、はい、SNS、はい、で、やるなケンさん、紹介していただけるみたいで、はい、はい、でそれをその中の一本に、はい、こういうのはどうかって思って、はい、ちょっと、はい、嬉しい、どうしよう、すごいですね、はい、ね、すごい、はい、はい、素晴らしいということなんですよケンさん、はい、今日、僕がこの動画を上げるのは日本時間1月12日ですから、1月12日、はいはいはい、はい、ということは、オフィシャリーに、はい、一般的に販売をこれされるのは1月の15日、15日、買う買うかもしれませんが、はい、それまでにこれを見てる人で欲しいっていう人がもしいたら、はい、もうこれは絶対この最新作の、しょうがないねーとか言って、そうですね、そうですか、しょうがない、そういう人たちはもう早速、今県の方に連絡をいただくしかないですね。そうですね、はい、はい、でちなみにケンさんこれじゃあおいくらなんでしたっけ。うん、これはい日本円で出すんでしたっけ。はい、じゃあそれは後ほど、はい、そうですね、はい、じゃあ後ほど、はい、はい、ということで、今日ね奥今県実はですね、はい、ケンさんがすごい面白いことをやってくれちゃってですね、え、はい、今系ハワイを見てる人たちに、ていうかまた、またですね、はい、ケンさんじゃあ説明お願いします。はい、もしかしてこの数字、この前の、はい、
あのタイプ、はい、あの番号、番号、水秘術の番号ですね、はい、8番だったじゃないですか僕、はい、8番って検査どうしたね、言ってましたよ、そしたら、はい、あの足し算をもう一回やってみたんですよ、はい、シャワー浴びながら、はい、なんかもう一回やってみようと思って、はい、そしたら、はい、なんと、はい、6だったんです、6 じゃなかった、間違えたわけですね、はい、ケンさんと同じ8ですっていう人コメントありましたよ、そうですよ、ね違います、はい、でじゃあそれでちょっともう一回もうあの奥今健さんの前でやってみようかなと思って、はいはい、そうですねこれ誕生日ですよ僕の、はいはいはい、イコール、はい、これは10ですね、1たす9で10、ここが1たす9、6たす6で、はい、12ですね、はいはい、1たす1が2、はい、で1たす1が2、はいですね、ということはここが22たす4ですね、はいはい、ここ2つを足すと、はいはい、イコール、はい26なので、はい、この数字取って、はい、私のナンバーは、はい、6ケイさんこの数字を足すんですよ、そう最後また足すんですだからやっぱり8でいいんですよマジでマジでケイさんおかしいどういう天気もう大どんでん返しのどんでん返しでもこれ足すんですか、そうです、あ、そうか笑えるわけんさんもうこれどうしますこのじゃあやっぱけんさん8でいいんじゃないですかこれ8で合ってるの、はい合ってますはい、すごい、はい、おかしい、すごい、けんさん8のままでいいんですか、そうです、もうケンさんが涙出ちゃった、涙出ちゃった、もう涙出ちゃってるよ、もう撮った方がいいですかね、これ自分で、ね、泣いてるよ今ケン、もう俺分かりますか、もうこんなここまで方程式書いて、いや私もあと22プラス4だったところから8以外だった、あれでもこれここまでちゃんとやっててよかったですね、やっててよかったですね、だってこれまた違ってたら、これ取った後に、はい、6のことをいろいろ習った後に、はい、また違ったって戻しますという、そうですね、また取んなきゃいけなかったですね、はい、おかしい、いやもうケイさん実はもう奥今県は、はい、逆にね、はい、誕生日が本当それで合ってんのかなってこれねその11月合ってるかな、1966はまあ間違ってないんでしょうけど、はい、11月11日から12だったりして、はい、10日だったりとか、そうどっか間違えてませんかね、大丈夫かな足し算だったよ、小学生じゃんねしかもケイさんこれは電卓使ったしねこれねしい、もう今日のところのために奥今県6の数字を説明できるように全部まとめてきたんですよね、ケンさんね、じゃあ仕方ないですね、じゃああの8番もこうやって説明したんで、今日6の方のために、あ、6のために、6の方はきっといるんでしょうね、はい、はい、あのじゃあもう一回見やりましょうかね、6ですね、6ね、はい、6はですね、あの、はい、愛なんですね、テーマは、はい、はい、はい、へー、ちょっとね、あのちょっとネガティブな考え方だったんですけど、見返りを求めるっていうちょっとそういう体質がありまして、はい、そうなんだ、はい、あ、そう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 なんですよ、ケンさん、これをですね、なぜ見返りを求めるかというと、はい、こういう風になってここでこれが見返りを求めるっていう、そう、あの基本的に世の方はすごく、はい、あの人に安心感を与えるのと、はい、サービス精神が旺盛で、はい、あとホスピタリティ尽くすっていう人がすごい多いんですよ、6の人、はい、じゃあそうなってですね、はい、でいろいろやるんだけどちょうだいねっていうすごく、はい、その文字に現れてるらしい、ギブ&必ずテイクって、そう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 らしいですね、はいはい、それがちょっとあの、はい、あの特徴ということです、ね、なんか今突然思ったんですけど、なんか動物で言うとじゃあカンガルーなんですかねカンガルーっぽくないですか、今日なんか2人とも何言ってるか分かんないですよ、カンガルーどこがカンガルーっぽいですか、いやカンガルーっぽいなってこうお腹がこうほらオーストラリアオーストラリアオーストラリアはい、王子、あーおかしい、ほんとにいやもうここもでかいと違ったからね、え、ちなみにあの8の方も、はい、もう一回ちょっと言ってみましょう、あ、8の方ですね、はい、8の方はですね、はい、これはもう文字の通り無限です、はい、はい、だから8はだから無限なんですよね、はい、だから8ってこうやって書くよりも、はい、だから説明するときには、うん、
こう書いた方がいいんですか。そうです、無限大です。そうそうそう、はい、でパワフルなんです、ね、上手ですね、はい、あれです。誰もこの間ゴレンジャーとかなんかバカボン の, あのおまわりさんに反応してくれなかったですね。そうですか、はいはい、ノーコメントです、はい、無限パワフル、はい、あと影響力ありましたね。影響力ありましたね、おけいさんね、はい、どこにどこにある、はい、あとはちょっと臆病なところがある、はい、ああそうですね、はいはい、であと社会的評価に敏感、はい、うん、で、あと倫理的な思考があって、はい、あ、はい、で言語能力が長けているといいますね、はい、あと結果主義、はい、結果主義あります。で、はい、基本的には自分軸を持っている方なので、はい、だからこう割とあんまりなんでしょうね、こういつもこうニュートラルな感じでいられるみたいなところが、はいはい、でずっと動いてる、もうこれはもう、はい、もうずっと動いてる、ずっと動いてる、はい、ずっと動きすぎて、はいはい、もう眼精疲労のめまいが、はい、今日朝起こって、はい、大変でしたね。すごい、どういう風になったんですか。今日朝起きて、はい、最初は朝起きて5時ぐらい起きたんですけど、はい、まだ動けてたんですよ、はい、で動けてたんですけど、はい、朝みんなとちょっと椅子に座って、はい、椅子に座ってそれからふっと立って、はい、もう1時間ぐらいしてからかな、はい、起きて1時間ぐらいしてから立ったら、はいはい、ぐるぐる回り出したんですよ。すごいですね、うん、部屋が、はい、あ、やべえやばいとか思って、はい、でそのままこうグロンってなって、はい、でしばらく休んだんですよね、はい、そしたらその回転のスピードがすごく遅くなったんです、はい、で遅くなったから、ああ遅くなったらもう大丈夫かもしれないと思って、はい、でまた立ったんですよ、はい、おしっこ行きたくて、はい、言っていいのかな、いや、いいんですか、ビンって言うだけだ、はい、ただ、はい、したら、はい、トイレでもう、はい、もうぐるぐる回り始めちゃって、トイレ回り始めたんですか大変でしたね、はい、じゃあ奥井さん、今の話はスピ系的に言うとどういうことなんでしょうかね。あ、スピ系でいくと、はい、体の細胞一つ一つにも意識があるっていう、はい、一応スピ系では、はい、はい、あ、細胞一個一個も、はい、だからその体の不調を、はい、体が、はい、ちょっと少し休んだ方がいいよっていう、はい、細胞一つ一つが、はい、それを、はい、ケンさんの脳に送って、はい、そしてそういう現象が起きていると判断できる。ケンさんの脳に送られたんですね、この辺ですかねで、はい、でそれもう吐き気までしてきて、その時には、あ、そうですか、これは相当やられてると思って、はい、もう休むということです、はい、何だったの、はい、もう本当な脳の病気かなとか思ったりとかして、あー、なんかそうですよね、うん、脳の病気の兆候でそういうの出るって言いますよね。あるんですかね、ええ、でまあそれで、まあ、はい、そのままもう戻って、その時はまあ寝たんですよ、はい、寝て、はい、多分30分ぐらいもう一回寝て、はい、本当に寝れたんで、はい、パッと起きて、はい、でそこからまた動けるかなと思ったら、はい、やっぱり歩くと速度が速くなってくるんですよ、どん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 、その回る速度が、まあこんだけまた寝てもダメなのかと思って、これはダメだと思って、はい、で僕またもう一回ゴロンって横になって、はい、もう一度寝て、はい、で12時ちょっと過ぎちゃったんですよ、それで、はい、今日昼のですね、でパッと目を開けたら、はい、なんかこうちょっとだけ動くぐらいでもう止まってたんですよね、はい、ほぼ、はい、うん、スピンするのが、はい、で大丈夫かもと思って、はい、それから昼ご飯ちょっと食べてみようと思って食べて、はい、食欲もあるし大丈夫かなと思って、はい、で2時ぐらいに今日は、はい、開店、はい、今日はじゃあ遅かったわけですね、いきなり遅刻、はい、いきなり遅刻ですね、はい、無断遅刻、無断遅刻今は大丈夫なんですか。今も、はい、モニターを見ると、はい、大体5分ぐらいするともうちょっと気持ち悪くなって。そうですか、光が目に入るとダメかもしれない、はい、なんかけど目薬とかさして目の疲れを取るとかっていうのもいいんですかね。もうやっぱりもうやとりあえず1日間休んでがっつり寝た方がいい、そうですね、のが一番、寝るのが一番なんですよね。けどね、けどケンさんもそうなんですけど、僕も毎日こうやって YouTube 続けてるじゃないですか、うん、毎日こうやってやってる人にとってみると休んだ方がいいですよって言われるよりはこの状態をどうしたら続けれるっていう風なアドバイスをもらった方が嬉しいんですよね、うん、ちょっとやっぱり営業時間、働く時間を短くするとかですね、うん、何か、はい、今それが必要、休養で必要なものじゃないと思うものは省いていく、うん、なるほど、うん、今1日10やっていることで、はい、本当にそれ10が必要なのか、いや8でいいんじゃない、はい、っていうものを、じゃあその2つはなくてもいいのか、はい、っ
ところ頭回しでもいいっていうものはもう省くか、そう、なるほど、だから自分が日々仕事をこうしてて、はい、ウキウキワクワクしないことはとりあえずは私はやらないんですよ、はい、いやいや今週もこの話になってきましたね、はい、あのそうか、あこれやるの苦痛ったら今やる時じゃないんですよ自分の中に。そうか、でもでもやんなきゃいけない時があるじゃないですか、締め切りの時とかね、ありますからね、ケンさんね、うん、それって、はい、絶対締め切りの時とかって前もって、はい、あこれやんなきゃって時があるはずなんですよ、それをずっと先延ばしにしてるからギリギリになっちゃってます。そうですよ、そうか、でもずっとやりたくないわけじゃないですか、うん、そうですね、そうですね、そうですね、さすがケンさん、後悔すかみたいなね。そしたらあの自分がやらない誰かに任せればいいんじゃないですか。おー、そうですね、なるほど、うん、僕ね、けどね、よくね、起業した時にね、自分で、うん、あのそんなに忙しいなら人雇えばいいじゃんっていろんな人に言われたんですけど、はい、大体そういう人って自営業じゃないんですよね、うん、だからサラリーマンって言っちゃ悪いですけど、うん、会社の組織の中にいて、うん、部下とかを持ってる人なんですけど、うん、その人が給料払ってる部下じゃないじゃないですか、うん、会社が払ってる部下じゃないですか、うん、だからその人にしてみればそんなに忙しいんだったら人雇えばいいじゃんって言われたとしても、うん、自営業の自分としてはいや人雇うお金がないから自分でこんだけやんなきゃいけないんですよっていう当時言葉にして言わなかったですけどね。まあ今系お笑いでまたヘラヘラ笑ってましたけどその時は、けどだからなんつうのかな、そう今みたいにそれを人に任せればいいじゃんとかって言われたとしても、その任せるために雇うお金がないよとかってそういうのってありますよね。まあそうですね、そうだから、そう、そういう時にはじゃあどうしたらいいのかなっていうのが結構疑問。だって雇わなきゃいけない、雇わないと人にやってもらえないんですか。ん、どういうことですか。じゃあもういや天涯孤独だったらしょうがないんですけど、うん、家族がいたりとか、うんね、友達がいたりとかっていう、じゃあ一人でずっと撮影続けてこれなかったから奥今家を巻き込んだ今家みたいな。そうですよ。で例えば、はい、じゃあ娘さんなり息子さんなり、はい、さんなり、はい、ちょっと1週間に1回だけ、はい、ちょっとこれまとめてくれない、はい、例えばその経理的なものなのか、在庫の例えば毎月20日は棚卸しにしてるんだったら、自分一人じゃなくて自分が数えるとこうなっちゃうから、うん、違うから、ね、あの第三者に数えてもらうとか、はい、ここを足さなきゃいけないですよ。そう、ケンさんあの最近エミリーちゃん、うん、エミリーさん手伝お店手伝われてるじゃないですか。そうあれはあれでなんか変なんかある意味ケンさんすごいいいことだと思うんですよね、うん、いやなんか正直に言ってしまうと、うん、あのやっぱああいう女の子がいるとお店の中の雰囲気はガラッと変わる、ガラッと変わる、ああそうですね、で外から入ってきやすい、確かにね、ケンさんがブスっていう感じになるんですけど、いやいやいや、ケンさん多分だから僕が一緒にいないとケンさんも笑いが出ないと思うんですよとか言って一人でね、一人でニコニコ笑ってたらねここでね、そうですよね、店の中でね、はい、でも最近なんかエミリーちゃんは手伝ってますよケンさんの、だから何かそうあのずっとじゃなくて、はい、週に1回これやってくれとか、はい、じゃあ2週間に1回これやってほしいっていう仕事を、はい、自分が毎日そこそこやってるのを1週間まとめられるんであれば、はい、それをパッと来て、若い子早いですからね、はい、例えばそうですね、はい、あと女性とかも早いですから奥さん系だとか、家事とかやってるので、そのいろんな単純作業的なものの、その能力は女性の方がやっぱり長けてるんですよ、タッタッタってこうする、一回教えると、そうですね、はい、確かにそれは思うんですけど、なんかそのお正月の時のなんか県産家族総出でこのお店の中を掃除されたりとか、あのセットアップされたりとかって、あれはすごい良かったですよね。そうですね、きっと結局だからそういうことなんですかね、はい、天涯孤独だったらしょうがないんですよ、はい、そんなことは言えませんよ、そしたら、はい、じゃあ私が手伝おうかって言いますけど、はいはい、なるほど、ご家族がいればご家族で協力して、はいはい、で協力したくないって言うんだったら、はい、友達にちょっと頼むとか、昼ご飯おごるからちょっとやってくれないとか、結構だけどもう本当いろんな人に頼んでますけどね。あ、そうなんですね、結構頼みきってないんでしょうねまだね。あ、頼みきってない、そう、なんかでも自分でやって、あのある程度限界までなんかこうやってみたいになっちゃってたのかもしれないですね。あ、どんなもんか、今まで人をいっぱい雇ってたけど今度自分が一人でやってどうなるかって、そういうことですか。そういうまあそういうというか、まあこの状況で人を雇う意味があるのか、
っていう、その、うんうん、あの利益を生むっていう、なるほど、会社の話になってきましたね。なってきましたね。今週もね、なんかいろんな話になってきましたね。でも、人それぞれの性格にもリンクするのでいいと思いますよ、はい、この話は。はいはいはい、私なんか絶対人にやらせないじゃないですか。はい、自分がやっちゃった方が早いって感覚があるんで、そうですね。何でも自分でこなしちゃっちゃうんですよ、はい、一人で。はい、だから、はい、性格にもある。性格の話もリンクするので面白いと思うんですよ、こういう話。そうですね、はいはい、なんか僕は 今この瞬間ちょっと言わせていただくと、はいはい、僕がさっきからカメラに映ってるのでちょっと寂しいんで、まあ、行きますか。固定固定はい、固定、はい、今日も、はい、だいぶここの店の置き場が分かってきましたね。はい、スッと、はい、いやケンさん、あの本当に思うんですけど、はい、ケンさん、あの昨日ほら、うん、最高何人あの会社で組織作ってやってたっておっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、言っちゃっていいですか、人数。ケンさん、なんとですね、38人の従業員がいらっしゃった社長さんがだったわけですよね。そうですね、そうですね、はい、でそれから、まあ、今こうやってコロナこうなって、はい、で従業員の方申し訳ないですけどもっていうのとかもあって、はいはい、で今こうケンさん一人で頑張ってらっしゃるわけじゃないですか、そういうのを考えるとやっぱりそのほら忙しかった仕事が自分にこう集中して降ってきちゃうっていうのは今も本当に仕方がないことかもしれないし、逆に言うとなんか やり方が分かんなかったこともあったりするんですか。そうそうそう、うん、そう、だから経理にしても、はい、あのまあ日々の実務にしても、はい、仕入れにしても、はい、結構人に任せてたわけじゃないですか、うんうんうん、それを全部ペーパーワークから、うん、あのその日々のルーティングワーク、見下げで掃除とか、うん、そういうところも全部自分で一人でやってるわけですよ、はいはい、で経理が特に、はい、わけわからない、あ難しい、なるほど、慣れないし、はいはい、でもう50過ぎてるせいもあるかもしれない。そうですか、年のせいにするなかなか入れ込まないですよ、あ、ね、それが結構溜まってたりとかするしてる、うん、ね、ちょうど年末終わって、はい、あの今はもう全部ほらもう一回、ね、うん、きれいにしてる時じゃないですか。そうですね、ですごい時間かかるんですよね、はい、でそれとまあいろいろ、はい、まあ、注文とかも重なって、はい、で店の営業してて忙しい日もあったりとかして、うん、はい、でそういうのがこう全部重なってくると、うん、もう結構寝る時間を削るしかないから、うんうん、結構それがずっと正月から溜まってたんですよね、はいはい、ね、ハワイでこんなにお仕事してるんですよ。はい、そうですよね、そうですよね、そうそう、はい、で一人でやってる、まあ一人じゃないですよ、はい、やっぱりあの3人4人の人からまあ、はい、今家さんとかも含めて一緒にこうやってやってくださってる人含めたら、はい、やっぱり6、7、8人、はい、一緒にこうやらないと、はい、こうやって営業は毎日行ってないわけですよ、うんうん、でまあメインにずっと一人でいるのは僕がここに一人でいて、はい、ってやってると、はい、まあまあとにかくね、そこにこう僕の代わりにここにフルでいてくれる人を雇うっていうまでは、うん、はい、あのそこで雇っちゃうと、うん、でお給料をボンと1分出すと、はい、利益が上がるかどうかが分からないじゃないですか。そうですね、読めないですもんね。そうだからここで赤字を出すにはケニアいかないから、はい、ね、そうですね、このご時世分かります、分かります。だからそこでこうとにかく黒字を出してもう一人フルタイムで雇っても、はい、こうガツンと出せるっていうところを自分がもう一回作り直してからっていうのがあって、はい、目が回り始めたんだね。で、これからまとめるとそんな感じ。単純にだからあの肉体的というか目の疲れだけじゃないってことですよね。だから考えながらいろいろやってるんで、そうですね、そういうことですよね。あ、で今現ハワイ見てる方々ですね、結構あの自営業の方もいるらしいんですよ。ああ、そうなんですね、はい、なんでだから皆さん、やっぱり皆さんどうされてきたかとか、やっぱりコメントでアドバイスぜひいただきたいですよね。ああ、いいですね、はい、僕だからさっきあの奥今県がケンさんに対してズバズバって言ってましたけど、僕はだからどっちかっていうとやっぱこの YouTube 始めてから皆さんのやっぱコメントにすごい支えられてきたんですよ。だからあのそういうなんていうんですかね、私はこういう時にこうしてきました的なねコメントをね、もし出していただけるんだったら、それをなんかこう読ませていただくとすごい勇気づけられると思うんですよね。ああ、そうですね、ええ、はい、確かに。なんかあの思ったんですけど、確かに去年までのね時代っていうのは、またなんかスピケになっちゃうけど、土の時代とかっていうのはなんかほら上からガツンとかこうあるべきだって常識感をこう押さえつけられるようなことが多かったと思うんですよ、うん、でけどこれからの時代ってなんかみんなでこうやって
知恵を出し合いながらとかみんなで頑張ってやりましょうっていうのとか多くなってくると思うんですよね。そうですね、はいはい、だから時代で言うと例えば車とかも自分たちで1台所有するんじゃなくて今カーシェアリングとかあるじゃないですか。必要な時にだけお金使う、車の費用を使うで割り振ってみたら自分で持ってるよりもそっちの車の方のコストの方が安かった、お金的に言えばですね、だその代わり車好きの人は車が運転できないとか好きな時に運転できないとかって俺の車だっていうのはないかもしれないですけど、なるね、はい、でそれはどっちを取ろうかっていうのってやっぱそういう時代だと思うんですよ。ですね。そうだから実際ハワイとかだともうウーバーで移動した方が、はい、おそらくコスト安いですよね。そうですよね、でも空港までもウーバーも乗り入れできるし、はい、だから、ね、必要な時に必要なだけでも乗る、はい、そうですよね、なんかそういうだから時代になってきたんじゃないかなと皆さん思うんで、はい、じゃあ今あのこうやってケンさん一人で孤軍奮闘しているウクレレプワパさんに、はい、何か皆さんアドバイス、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、けど一番ケンさん嬉しいのはやっぱりけどウクレレがたくさん買ってくれることですよね。はい、どうですかね。じゃあ1月15日売り出される前に、はい、さっきの国言わけプシケとウクレレここで売れちゃったらもう一本なんかすぐ書いてもらわないと。はい、どうですか、企画に出すやつ、はいはい、では今日はあちらのデザインケンさん納品しましたけど次はなんかもう構想はあるんですか。いや、ちょっとちょっと今頭いっぱいだったんですよ。昨日2本作品をあげてるので。え、ああなるほどね、はい、1個ちょっと、はい、ちょっとオーダーメイド的なちょっと絵を描いて、はい、でその後ちょっともう電池切れになっちゃって、はい、そしたら夜中2時ぐらいにいきなり書き始めたんですよ、はい、これ、はいはいはい、あれはそうです、あ、いけるわと思って、はい、マジか、はいはい、それで本当に、2時間ぐらい前に出来上がった感じなんで、はい、ああそうですか。そうで、本当になんかねすごい、その時にパッとあって言うんですよ、うん、すごいですよ。なのでだからそう、それとか寝てなくても割とその降りてきてる時、あ、やんなきゃ、書かなきゃとか、うん、やんなきゃって時には寝なくても全然平気なタイプなので、ね、すごいですね。でもそれこそその自分がやりたくて、はい、楽しくて、はい、そうなんです。いきなり2時に書きたくなるっていうのは、はい、 そ, うはい、そこが素晴らしいですよね、はい、そういうのがありますね、うん、もう昨日本当にびっくりしましたよ。もう11のゾロ目、33のゾロ目っていう2人だともう昼夜逆転するんだなっていうぐらい夜中もうガンガンなんかもう普通に起きてていろいろ活動してて、ああなんか多分だからあれ思ったんですけど、僕だから昨日言ったんですけど、なんかやっぱりもうスピ系の話になっちゃいますけど宇宙的にこうパワーもらってるから、はい、太陽じゃなくてこう星とかからのパワーもらってるから夜の方が強いんじゃないかなぐらいのもう勢いお二人思ったわけです。二人とも、はい、いや私はそうですよ。あ、そうなの。あのだってモアナさんも言ってたけど月だから、ね、ああじゃあ僕は違うんですか。まあ多分、はい、あ昼間だと思います。33は昼間の人、あの基本的にラッキーカラーとか言ってあの、はい、ラッキーカラーとかいうか、はい、その色がレインボーなんですよ、はい、33。へえー、すごいじゃん。ラッキーカラー7色、私はシルバーなんです、はい、レインボー、イエーイ。ハワイの7色。そうですね。ああ持ってますね。持ってますね。実は8番のケンさんは茶色なんです。茶色。茶色。土。おお。そうなんです。だからこのウクレレの茶色だから、だから木目に惹かれるのか。そうなんですよ。はい、でこの木目とか茶色の色をそばに置いておくと、はい、例えば、はい、ちょっと優柔不断な気分になったりとか、はい、なんかこうマイナスなイメージになった時に、はい、その色がそばにあると、はい、あのいい方向になって判断できる意識を持たせるエネルギーを発してくれてるのが8番としては茶色。なるほど。じゃあちょっと悩んだらこう、そう茶色をじっくりと見ると、ウクレレの木目とかをこう楽しんだりとか、そう、そうすると、あ、土をいじるとか、こっちに行けばいいんだ、こっちに行けばいいんだとかいう判断ができる。それは皆さんにそれぞれの、 あの、うん、その数字の色があるんですよ、はいはい、じゃあちなみにじゃあ8はケンさん茶色、はい、で33ゾロ目の今県はレインボー、9番ですよね。9番もレインボーだった。9って人いましたね。あ、アンディさんが9って言ったかな、確か。9もあのゾロ目じゃないんですけど、はい、ちょっとスピリチュアル系一歩手前の、はい、一応番号だ、はい、らしいんですね、はい、面白いですね。面白いですね、この色が、はいはい、またじゃあ来週も行っちゃいますかね、この話ね。なんかちょっとまた違う方とか誘って、そうですね、
はい、多分けど今日のですね、ケンさんのこの計算のまた再計算を見てですね、また自分で再計算した人います、いると思うんですよ。で、あ、よかった、俺は間違ってない、私は間違ってない、あんまりないかもね。いや、面白かったな。本当に22プラス4のところで私は、はい、いやこれどう考えても勝ちなんだけどなって、はい、すごいな、書いてる時に見れる人多分そうだな、ここはこことかここでもそう結構ね、実はあのゾロ目の方がいてですね、ゾロ目の方から連絡もらったんですよね、うん、はい、はい、で今日ですね、なんと11のゾロ目の方、はい、LINE の方の、タイムラインの方に、今県ハワイの公式 LINE のタイムラインの方に今日、今県が11の方のゾロ目の、情報をあげますんで、皆さん、この放送の後に見てください、はい、ということで、はい、はい、まあじゃあ22と33と44の人はもうちょっと引っ張って、44はまずめったにないですよね。あ、44がまずめったにない、 0.1% らしいんですよ。じゃあ宇宙人33はどのぐらい？いや、それ普通にある程度いるんですけど、44っていうのは 0.1% しかいないので、研究も進んでないぐらいなんですよ。だからラッキーカラーの色も出てないんです。いるんだ、でも44って人が、はい、やっぱりたまにいるらしいです。ただ変わり者っていう、今そのことしか出てきてないんですけど、44っていうのは、例えば有名人のこの人っていうのはいないんですか？出てきてないですね。もう世界で 0.1% しかいないっていう。そうなんだ。44で世界で 0.1% っていう数字もすごいな。まれらしいです、はい、いや33もまれな気がする。33も少ないでしょうね、はい、そうするとね、はい、その割には今県ファミリーの中に33、僕以外にも何人かいたんですよね。そうなんだ。いたんですよ。じゃあ多いじゃないですか。上位はね、それなりに、まあまあ、それなりにあれじゃない、変わり者の塊なんじゃないですか、うん、DNA が変わり者の塊、 DNA が、はいはい、やっぱだからそのもこのなんかやっぱ数字結構当たってるって人多かったから、これもっとどんどん掘り下げていくネタでね、またやっていきましょうよ、はいはいはい、ということで、はいはい、じゃあ今日はね、ケンさんの数字の間違いからね、あの計算間違いから、あのなんか新しい展開あると思ったんですけど、やっぱり8に戻りましたね、ケンさん、ね、そうですね、はい、意外な展開、はい、ありがとうございます、はい、もうケンさんもうめまいがしよう、眼精疲労が起ころうが、もう何しようが、もう8だから回り続けるしかないですね、もうね、そうですね、はい、もうこうぐる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 回り続けるしかないですね、はい、はい、ということで、じゃあ今日もですね、こういうお話になりました、はい、けど1週間の始まり、我々にとっての今日月曜日ですから、はい、1週間の始まり、こういう話で始まるっていうのって結構いいんじゃないですか。そうですね、はい、ということで、はい、じゃあですね、皆さん、はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。Thank you so much, Mahalo, Shigena Baby. Thank you so much, Mahalo, Shigena Baby. Thank you so much, Mahalo, Shigena Baby. バイ。面白かった、ケンさん。はい、いきなりホワイトボードの数字から始めてます。はい、ハワネットケンさん。はーい。イエーイ。はい、いきなり始まりましたハワネットケンさんコーナー。はい。はい。はい、じゃあこういう感じです。はい、それで、はい、値段を決めました。値段決めました、はい、で、これだこんなに綺麗なアートがついている、はい、ハワイ製の SM1 というウクレレなんですけど、はい、このお値段でやろうかなと思うんですけど、素晴らしいです、はい、イエーイ。ちょうどあの299ドル、はい、店頭で、はい、で、今県ハワイの、はい、あの YouTube を見てくださってる方、はいはい、特別に3万円で、はい、3万円、これはあの送料関税込みなんでしょうか。送料と関税もひっくるめて、はい、で今のこのケースも入ってて、でこのケースにお入れして、はい、すーごい発送いたします、はい、でケイさん、あのちなみに奥今県のこの最新プシュケートなんですけど、裏面も書いてあるんですよね。アロハー。 Hi. はいはい、oh, okay. Okay. はい、ということで、はい、じゃあハワネットケンさん3万円特別価格ありがとうございました。イエーイ。